江戸城の百人番所。本丸に入る前の検問所で、寄木や同心が詰めていた二条城の番所番所とは、警備や見張りのために設置された番人が詰めるために、設けられた施設。江戸時代の日本では重要な地点に番所が置かれていた。交通の要所に番所が設置され、通行人や荷物、船舶などの検査や調整を行った。江戸幕府設置のものでは、裏側番所、 下田番所などが知られ、各地の主要港や利根川、淀川などの大河川流域などに船改め番書が設置されていた。また、関所の中には番書が設置され、同様の役割を果たしていた。さらに、長崎のような外国船の来航が予想される主要港や箱根関所などの主要関所の近くには、遠見番書が設置され、 船改め番書や関書と連携して不審船や不審人物を高所から監視する役目を担っていた。一方、江戸において番書は町奉行所を指していたが、この他にも江戸城の城門に設置された五門番書、武家地の警備のために辻などに置いた辻番書、両国橋などの主要な橋のたもとに置かれた橋番書、町人地の木戸に設けられた木戸番や、 その他町内に廃された地震番屋などがあった。また、諸藩の中でも宿場町などの領内の重要地点や、多領や天領との境界に番所を設置して、通行人や荷物の取り締まりを行い、領民や物資の領外への流出を阻止したり、徴税を行ったりした。なお、武家諸法度には、大名が私に席所を設置することを禁止する規定があり、実際には番所の設置が、 石書の代替の役目を果たしていた。当時の建物が現存する版書としては、全国的にも珍しいが、仙台藩花山村寒湯ゆ版書跡が、その一例である。1963年9月に、国の史跡に指定されている。宮城県と秋田県の境にあり、本版書は、お境目版書として、仙台藩に、重視されていた。なお、東京大学の赤門には両脇に、 東派不造本川原武器の番書がある。琉球王国においては、近世期に地方機関である紛りを統治する役所のことを指した。地頭代以下の紛り役人が交代で番書に詰めた。王府及び地頭への控訴上能や夫使い、地方行政全般にわたって取り行い、首里との陣馬網の拠点としても用いられた。ただし、琉球処分や沖縄戦などの混乱によって、 紛れ関連の文書の多くが失われたために不明な点が多い。ありがとうございます。